はい、どうも。これね、とんでもない事実が発覚しました。こちらね、常磐道煽り運転の宮崎容疑者なんですが、こちらですね、新しい情報が入ってきました。所有するですね、自分の大阪のマンションでですね、これね、住民にですね、迷惑行為を繰り返してきたことが分かったということです。まあ、どういうことかと言いますとですね、これ宮崎容疑者がですね、大阪のマンション、所有する大阪のマンションでですね、これ10年以上前からですね、これ、宮崎がですね、これね、オーナーを務めるね、ところなんですが、まあ、これね、管理会社がコロコロ変わりですね、トラブルが続いて大変だったということですね。で、これなぜかですね、電気が止められていて、エレベーターが動かない日もあったということですね。何なんでしょうね、これね。で、まあ、あと本人はですね、このね、マンションに住んでて、夜にね、奇声を上げてたり、叫んでたりしたらしいんですよ。で、警察沙汰を起こしたりですね、近寄りがたい存在だったということで、住民の方が語ってますね。で、何よりですね、迷惑だったのは、これね、駐輪場としてね、これ、自転車置き場ですね、自分のマンションの。住民が使用していた1階の共有スペースにね、何の通達もなくですね、自分の自家用車を置いていたということです。これね、自家用車ってことはね、これね、これ使われた、常磐自動車道で使われた、まあね、煽り運転の車だったということですね、これね。で、このですね、この、まあ、白の BMW がね、これ止められてたということです。で、最近はですね、サングラスに帽子というね、芸能人みたいな格好で、毎日歩いていたということです。で、女性もですね、これ、同じような格好でよく見かけたということですね、この大阪のマンションで。まあ、これ多分ひょっとしたらですね、これね、まあ、常磐道の煽り運転に乗ってた助手席に乗ってた女性だと思われますね、これね。で、これ宮崎容疑者はですね、関西の有名大学出身だということですね。で、1年半前に、再会したというね、友達はですね、突然ですね、今度新事業を立ち上げるので、相談に乗ってほしいと言ってたみたいです。それで、近くのね、ホテルで、食事をして、羽振りは良さそうだったが、精神的に参っていたようだということですね。で、なんかね、その宮崎容疑者はその友達に言ってたらしいんですが、これね、危ない人たちから狙われているとかですね、で、ホテルにね、泊まっていても向こう側から狙っているんだなどね、理解がしがたいですね、ことを言っていたということですね、これね。で、同級生の間でもですね、彼の体調を心配する声もあったということです。でね、8月16日のですね、金曜日ですね、昨日ですかね、これね、深夜ですね、大阪市内にある宮崎容疑者のマンションをですね、茨城県警の捜査員が訪れて、で、防弾チョッキを、すごいですね、これね、数名の捜査員がですね、宮崎容疑者のこれ、ね、マンションへ、防弾チョッキですよ、防弾チョッキで、向かっ、ね、取り囲んだということです。でもですね、宮崎容疑者はマンションから出てくることはなかったということですね。まあ、これ防弾チョッキってすごいですね、これ。ということは、これ拳銃を持ってるってことですかね。いやー、これなんか大変なことになってきましたね。まあ、それでですね、これ宮崎容疑者は結局いなかったということでね、このマンションにね。まあ、それでね、これ結構疑われてることなんですが、ネットでね。このね、ひょっとしたらね、薬をやってたんではないかと。やはり。そういうふうにね、いろいろネットで書かれておりますね。はい。まあ、なのでね、これね、今、指名手配中で、全国ね、指名手配中でまだ逃げてるんですが、ひょっとしたらこれね、あちこちでもトラブルを起こしてね、自分の、ま、ね、所有するマンションでも、ね、迷惑をかけてたということなんで、規制を上げてたということですからね。うん、それでこれね、防弾チョッキを持ったね、警官がですね、取り囲んでね、行ったということは、まあこれね、銃の所持もね、考えられるということで、ますますね、これ大きな事件になってきそうですね。はい。じゃあ今回ですね、宮崎容疑者のね、最新情報を、お伝えしました。もしよろしければね、最新情報を、どんどんアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。